さてとやってきますか。前回はカラクリ屋敷をクリアしたということで、で今回は、ヒンマスのこのレベル21のヒンマスをレベル22と13でなんですけども、してからちょっとジム戦に行ってみたいと思います。超音波やめろって。よいしょ。水でボアしてもらって構わない。鳴き声もまあいいでしょう。オッケー。よし。あと一発。オッケーです。22。攻撃上がった。でもまだまだだな。とりあえずこれで事務戦に行ってみましょうかね。この枠までですね。実況的には今日の実況はここまでですかね。次枠多分取れる自信が。あるようなないようなってな形で4700か。バックは最高速度20か20でいけるかな。不思議な目で1体ポケモンのレベル上げてもいいんですけども、とりあえず一旦室に行って、ジムリーダーの前当てに行ってレポート書いて不思議な見つかって戦ってみようかな。問題ビルドアップをね、敵がね何回積んでくるかによるよね。マックスに積んできたら相当やばいことになるので怖いんですけども、うん、よし、レポート書いて、で不思議な雨を使うと。よし、23、51、攻撃上がったと。 HP 攻撃、まあ、防御も上がって特防も上がって素早さが2と。蹴るかな。18か、攻撃力。まあまあ戦ってみないとわからんさ。に回数言ったかな。第29回です。2回言ったかもしれんけど、まあ一応言っとこうね。29回。はい。さあ17の腕力がどんくらい。おお、20くらいなんだよね大体カラートショップが。でも2回でここまで減らせるのは結構いいんじゃね。ほんで回復がどこまで持つかですよね。先にカラテチョップで、カラテチョップの回数を減らしてもらえればありがたいんですけども、このビルドアップが厄介なんですよ。何に攻撃力と防御上がるって。せこくねえか。カラテチョップでも30回あるからな、回数が。ありえんべ。1回積まれてただけでも半分以上食らうから。もうわけわからんな。もう次食らったら終わりだな。笑いが出てくるわ。またレベル上げろってか。何やねん、カラテチョップばっかりしてやがってよ、お前。ケタグリとかしてこいよ。は？なんだこれ。
舐めとるやろこのジムリーダー。くそー、絶対ありえんべ。更新、うん、まだレベル上げるってか。きつ、もう一回使ってみて、まあ上がるのは一緒だからいいんですけども、ね、これに関係ないもんな、結局は自分の力っていうことになるもんね。2バトル目、腕力が強い、強いのなんの。よいしょ、1回目からビルドアップ積んでくる。いらっしゃいませ、ゆっくりしててね。1回目からビルドアップを積んでくる腕力で、空手チョップで半分以上削れるヒンバス、そして回復した途端にまた空手チョップで HP を半分まで削ってくる腕力。何このバトルで、急所当たったら一発で死んじゃうんでね。これはまだまだか。やっぱ無理なのか、まだ。笑いが出てくるわ。先にジムじゃない。先にライバル倒しに行くか。一回ビルドアップ積んだだけでね、半分以上食らうんで、倒そうにも倒せないんだよね。一回行くか。ヒューゴーじゃねえよ、ダメだわ。一発で半分以上食らうんやったらね、たまったもんじゃねえわ。こっちは回復しかできねえ。まあ回復はね、40個か50個あればね、あればねって言ってしまったけど、あれば敵の空手チョップがの PP が全部なくなっちゃうんで、30あるんで、それがなくなっちゃえばまあ勝機は見えてくるんですけども、その後に幕の下がいるのでね、幕の下がまた強いのなんの。当て身投げとかね、なんかそういう技を使ってきたような気がするんで、先にもう10日とかはまあ意味ないとしても、先にライバル幼馴染倒すかなっていう形ですかね。で技マシンを早く手に入れたいっていう。か上、そうやったら逆に言うと、そのライバルをどういう風に倒すかっていうのもちょっとね、考えどころなんですよ。もうちょっと回復薬を買っといて、急所待ち、急所待ちじゃない、その吸い取るの PP がつくのを待つか、連続切り覚えてたかな。それは分からないですけども、急所切れるの、急所っていうか、それ切れるの待つか、吸い取る切れるの待つか、とりあえず最高ソーダを取り買える分だけ買っといて、とりあえずね、今日の、実況的にはこの枠、次枠までできるかわからないですね。この枠までか次枠までかですけども、また、今日は月曜日だよね。だからまた水曜日やるかもしれません。やるかもっていうか、多分水曜日やると思うんで、また見てもらえればありがたいと思うんですけども、そのニコ生をね、最初に保存する方法がちょっとわからないので、アマレコ TV を用いて、また別でね、あれしてるんでね、動画保存してるので、まあまあまあ、まあ、ちょっと二度手間っていうかあれですけども、35か、最高ソーダが35、
さてと。とりあえずここでレポート書いとくだろ。35個あればなんとか。12時間か。早いな。でもって、あとね、YouTube に上げる頻度をね、頻度っていうか、ポケモン、縛りプレイ頻度も、ちょっとね、この頻発に関しては5、週に5個ぐらい一気に上げるっていう方法を取ろうかなと、思っております。なぜかというと、その、1日でね、だいたい5、6枠取ってるので、まあその分、ね、1日週に3回ぐらいやってるので、まあその分で、なんちゅうかな、週に3回分の役、要するに週に3回するんで、3週間、まあいけるということで。だから1週分で3週間分の YouTube の投稿っていう形になりますので、まあいい感じにこう上にいるんですよね。これライバルが足が見えてるっちゅうね。さて最初のドンメルを倒すには、まあ、体当たりしまくって鳴き声してきて仮想放送ですね。はい、それはもう仕方ないです。仕方ないですっていうかね、私がね結構のんびりグダグダなんで、それもありますが、まああのねねっていうか、まあ実況もねなかなか慣れてない分もありますんで、あとね私のあれなんだよね、実況力がまだまだ、うん、でも大丈夫です。あの精神力は結構あるんでそこはまあまあバッチコイっていう形です。まだいけるか。よしで、この辺りで回復かな、まあ、結構グダグダなんでね、そこは多分そこが原因じゃないかなっては思うんですけども、まあまあしゃあない、まあこちらとしても頑張るしかない。よしでジュプトルなんですよね。ここ一旦変えて回復して出すで、こいつこの HB メスにはちょっと生贄じゃないけどね、まあ頑張ってもらおうかなと。まあ一発でやられない。オッケーオッケー。あ、それかこいつの段階で減らすか、最高ソーダ用いてあの吸い取るを減らそうか。でも電光石火もしてくんのか。うん、半分か。できれば吸い取るばっかりしてきてほしいんですけども、ほうそういうことする、吸い取る減らさないという、吸い取る減らさなくても勝てるという証拠なんですかね。どんだけ電光石火してくるっていう形ですけど、一旦変えてみようか。よし、耐えたりで吸い取りしてくるよね。ですよね。わい、厳しいなこれ。13、10何歩か。一回電光石火挟んで吸い取るか。そしたら60ぐらい耐えかかるかな、ターンが。技マシン早くね覚えさせたいんですけどね、まだ近接まではいけ無理なんですよ。覚えない。おお、そんくらい食らうのね。
これ跳ねるしてたがいいのかな。どっちにしろ吸い取るで吸収されるので、その間に体当たりが消費するのはやばいので、危ない危ない。そうだね、跳ねるで消費していこうか。 OKOK、 跳ねるして、まあまあ消費しつつ、まあ、体当たりをの PP を温存しておくという手でいこうか。問題、吸い取るがどんくらい早くなくなるかによるよね。17か、ダメージ、24回。素早さこっちの方が早いのか、どっちかっていうとね。だって電光石火でまあ先取られるんですけども、先行取られるんですけど、跳ねるした時に吸い取るの方が遅れてくるってことは、まあまあまあ2発は耐えれるんですけど、問題、急所に当たらなければどうということはない。急所に当たったらやばいな。跳ねる、回復23個か。問題はね、後方につながっているこの次に吠える子が出るんですけども、そいつがあれですよね、やばいよね。それまで回復薬が持つかっていう。よしよしよし。いやいや、まあ19ぐらいはいいでしょう。吸い取るの PP を減らしていこう、どんどん。問題は急所に当たらなければ大丈夫。急所さえ回避できれば、勝機はある。電光石火ならなんとかなる。あと20個か。うわ、痛い。電光石火で急所はやめて。吸い取るだろう。今何回ぐらい使ったかな。まあまあ地道に待っとくか。跳ねる消費、まあまあまあ、おお、よし、最高そうだ。後方のヒンマスも回復マックスにしとけばよか、マックスの方がいいのかな。跳ねる、多分これ跳ねた時に敵の方が遅いってことは吸い取るだな。今んとこ電光石火と吸い取るしかね、見てないんですよね、敵の攻撃。どんどん吸い取られようけどさ、電光石火跳ねるね。電光石火を使ってこないっていうことは吸い取るな。結構使ったんじゃね、吸い取る。もうそろそろなくなってもいいんじゃないかなとか思うけど、20、吸い取るは何回って言ったっけ。吸い取るは20だな。20ならなんとかなるだろう。皆さんも時々こう、更新してくださいね。回復16個か、厳しい。で、必ず電光石火を入れてくる。でもね、能力下げるとか能力上げるあれ技を使ってこないので、まあ、そこがいいとこなんですけども。追い打ち、なるほど。ポケモン変えてくるとき、うい25、これはまあ大丈夫やろ。よし、最高、最高。よし、ナイスナイス回復。電光石火で跳ねるだろ。あ、もうそろそろなくなった。いい感じになくなったか、耐えたり。お、吸い取る減ったか。 OK、 来た。
よし、スイトルがなくなったといえば、ということはこちらにも勝機がある。 OK、 耐えたり追い打ちと電光石火しかしてこないので、外すなよ。連続ギリ、なるほど。最初4か、まだいけるな。このターンまではいけるはず。20は連続ギリ。おお。でもね、連続ギリって威力上がっていくやつですよね。やばいな。お、電光石火してくる。なるほど。ちょっと調子こいてない？敵まだいけるよ。おで、よし。で、ここで回復だ。よし、電光石火、急所さえ当たらなければ大丈夫だ。ドン、よし、もうちょ。 OK、 危ねえ。回復薬は多分ライバルは使ってこなかったと思う。そんなせこいことはせんと思う。まあ私もせこいですけど、十分回復薬使いまくってるからね。痛い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 。ここは安全で、安全圏で、まあサイコソーダは先に使っとこう。追い打ち、追い打ちは10。よし、電光石火、よっしゃ、うえ、オーケー、撃破。さあホイール子、ホイール子大変。でもね、このまま行くしかないんでね。一旦ぐらい耐えそうやけど、とりあえずサイコソーダで回復してどこまで食らうかちょっと見ものですね。跳ねるか、跳ねるはいいよ。耐えたり、よし。ほんで HP が結構転がるか、なるほど、威力上げてくる技か。転がるはやばいな。もう外す、よしよしよし。外したらね、威力が上がらないまんまで、小さいまんまでね、そのなんちゅうかなに戻ってしまうんでね。おい、やめろってそういうの。大丈夫かな。外せよ外せよ外せよ。 OK、 ナイス。耐えたり、よし、跳ねるばっかしてろ。この枠で勝てそうな気がする。問題は転がるがどうなるかの話よね。3、4回積まれたら負けるので。 OK、 外す。なんか今回調子いいぞ。よし、あと一発。もうガッツポーズですよここは。よっしゃ、勝ち。よし、17になったということで、近接いけるかな先に。で回復だな。ダウジングマシン、これでまあ見えないアイテムもゲットできると。じゃあな、アイテムもチャリゲットしてるのか。ということは近接に1回行ってるっていうことになってくるよね。まあレポート書いて一旦回復しに戻って近接に向かいましょうか。まだバッチは2個目のバッチはゲットしてないですが、よし、そこのトレーナーはやばいんでね。ココドラというなんか超ややこしいやつが出してくるんで、まあまあまあ、よし、オッケー、回復して、よし、オッケー。んでもっていくか。ポケモンアイテムは持てないと。で近接に向かっていって、まあまだ2個目ゲットしてないですけども、なんつうかな、スロットの日々になりますよこの次枠ぐらいで。まあでも今日の枠はもう多分終わるとは思いますが、
あ、おし、やめて、こいつ勝てないんだよ今。リセッツ、リセッシュ、リセッツ。あー、行こう。ラクライ。ただここでレベルと変えとこう。また後でね、あの距離をちょっとこう来るのはあんま好きじゃないんで。なん、なんこいつ。あと4分か、早い。通り抜けれねえ。さっきまで通り抜けてたのに。一瞬だよね、一瞬。なんなんこいつ、舐めてない？いかんわ、犬めっちゃ泣いてるわ。ちょ、同じ体勢疲れてきたわ。よし、一回目はフェイントっていうことでちょっと待っといて。いけた、いけたわ。よし、さて今からだな。できればこの枠で通り抜けまで行きたい。1マスずつ進んで。これいないのか。おお、なんかなんかいるね。ちょっとレポート書きながら行きましょう。君もね、そんなくる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  見渡さんでもよくないみたいな。もう少しは近接だ。やっと技マシンでレートビームとか覚えれるかなとか思いつつ。よし、でレポートだな、とりあえず。よし、あと2分か。次枠まで取るかな。どうしようかな。いない。よしよしよし、オッケーオッケー。で、どうしようかな。次枠まで取る。どうしよう。時間的に。まあ今回は近接まで来たということで、ここで終わりましょうか。しゃあ。ハバーメールを渡す人がここにいたような気がするんだよね。ここやったかな。よし、だコインケースガット。でこれで次回はスロットしまくって、まあコインをゲットするということですかね。じゃあここで、時間的にはあれなんで、まあ来週じゃない、今週の水曜あたりですね。はい。やっていくので、よろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあね。